アンブロシュース・アウレリアヌス、アンブロシュース・アウレリアヌス、アンブロージウス・レディアヌス、ウェールズ語、エムリス・ウセディグ、エメリス・ワルディグは5世紀頃アングロサクソン人と戦ったブリトン人の指導者、ブリタニア・レツオーデンなどの文献に登場する。また、ペンドラゴンとも、学者の中にはアンブロシュース・アウレリアヌスは、ベードンさんの戦いでも、軍を率いて戦ったと考える者がいる。また、 アーサー・王のモデルとなった人物ではないかと考えるものもいる。9世紀初めに書かれたブリトン人の歴史では英雄とされている。ギルダスは著書、ブリトン人の没落ではほとんど個人名を表記しないのだが、アンブロシウス・アウレリアヌスは例外的に名前が表記されている。特に5世紀の人物についてはアンブロシウス・アウレリアヌスのみが 名前が記載されているのである。サクソン人の攻撃を生き延びた人々は、アンブロシウスの指揮下に集まったと推測されている。彼の両親は皇族だったと思われており、以下のような記述がある。このギルダスの記述により、アンブロシウスの祖先は、ローマ貴族であり、さらにはおそらくは、ローマ帝国の領土のどこからかやってきた、というより現地で、ローマ化した。 ブリトン人であったと考えれるが、それを証明できる資料はない。また、ギルダスが戦争において、神の助けで勝利したと記述していることから、アンブロシウスは、キリスト教徒であったとも考えられている。また、戦争に関して言えば、生き残った人民から武装した軍隊を組織し、初めて侵入者である、サクソン人から勝利を奪った、という。しかし、この勝利は、 決定的なものではなかった。司書には、ある時は、サクソン人が、ある時は、市民、ブリトンの住民が勝利したとある。上記の記述は、多くの学者にとって、議論の対象になった。第一に、ギルダスが、アンブロシウスの家族について、紫色の衣服を着用していたと記述した点である。可能性は低いが、テオドシウス家、テオドシウス一世議などが所属、あるいは、 コンスタンティノス三世の親戚だったと考えられなくもない。古代ローマ貴族は身分を証明するため、紫の帯と共に服を着ていたからである。そのため紫への言及が、貴族階級出身の根拠となるのかもしれないのである。また、ローマ軍団の上官である、司令官、トリブヌスミリトムも紫色の帯を着用していた。そのため、アンブロシウスの家族について、 紫が記述されているのは、軍についてを表している、可能性もある。さらに、紫は、地を表す、遠極表現であることが示唆されており、紫色を着用していたは、苦難にあったことを表現していると解することも、可能であ。第二の論点は、祖先という語の意味である。アビタは、通常の場合は、祖先を意味するが、ギルダスは特に、 祖父を意味する言葉として使う傾向がある。そうだとすれば、アンブロシウスは、世代的に、ベイドンさんの戦い以前の人間ということになってしまう。この期間の情報が不足していることから、正確な回答は得られていない。ブリトン人の歴史では、アンブロシウスの伝説について、断片的な記述がある。そのうち、最も象徴的なものは、 第40章から42章で語られるアンブロシウスの要塞であり、アンブロシウスのほか、ボーティガーンや2匹の竜が登場する。この伝説は、ジェフリー・オブ・モンマスによる創作を加えた形で、ブリタニア列王子においても収録されている。こちらでは、アンブロシウスは、ウェールズで知られていたマーリンの伝説と混同されており、土着のブリトン人が、侵入者であるサクソン人、 ノルマン人に勝利を収めることを予言させている。そこで、モンマスは、アンブロシウスの名前を、コンスタンティヌス3世の息子にも与えている。そのアンブロシウスには、兄弟に、コンスタンティン2世と、ウーゼル・ペンドラゴンがいるという設定になっている。ブリトン人の歴史において、大きな改変があるにもかかわらず、古い伝説がそのまま残っている部分もある。32章では、ボーティガーン王が、 アンブロシースを恐れながら統治したという気がある。さらに、66章では、アンブロシースとビトリヌスの間で起こったと言われる、戦争の後にの出来事についていくつかの記述がある。48章の最後の方にボーティガーンの息子が、アンブロシースによっていくつかの王国の支配権を与えられたという記述もある。これらの言い伝えが、相互に独立したものであるのか、それとも、 同一のものから生じたのかは明確ではないが、これらのアンブロシウスなる人物が別人を指している可能性もある。ただ、ブリトン人の歴史における、ボーティガーンとアンブロシウスの間に生じたとみられる戦争は、ボーティガーンの12年、西暦437年と書かれている。おそらく、ギルダスが言及していた戦争で活躍したアンブロシウスはウレリアヌスより1世代ほど前、 という可能性がある。四十章の終わりから四十二章において、ボーティガーンはアンブロシウスに対し、要塞とブリテンの西側の王国を与えたともあり、四十八章でアンブロシウスは、ブリテンという国の王の中の王という表現が使われている。アンブロシウスに対し、いかなる領域で、どの程度の権力があったのかは不明ながら、ブリテンの一部を支配したことは明らかである。 レオン不良への撤退を余儀なくされ、その後ブリテンに帰還すると、今度はサクソン人と戦ったというのである。ブリトン人の歴史においてアンブロシウスとボーティガーンが対立関係に描かれていることから、歴史学者の中には国内にあった二つの政治的派閥の対立を描いているのではないか。とする見解もある。メイヤーの仮説によれば、ブリタニアの地方で活発だった。 テラギウス主義を代表する人物がボーティガーンで、カトリックの代表者がアンブロシウスであったと言われてる。後世の歴史家の中にはこの仮説を支持する者がおり、程度こそ異なるものの、5世紀のブリタニアについて、詳細な物語を作り出した。一方で、ブリトン人の歴史における、ボーティガーンの子孫との対立構造のより単純な解釈として、 かつてのウェールズにあった国の支配者と対立が残されていたのだとする説もある。この解釈は、ブリトン人の歴史において、ボーティガーンについて、近親相関を行ったなど、彼についての記述が、ことごとく否定的であることなどが根拠として挙げられる。歴史学者、ベーダ・ベネラビリスは、イングランド教会誌で、ギルダスによるアンブロシウスについての記述に、言及している。だが、 ベーダの他の著書では、アンブロシウスの勝利を、ゼノンの治世百474年から491年、であったと記述している。アンブロシウス・アウレリアヌスは、ジェフリー・オブ・モンマスの2000年代記である、ブリタニア列王子、純粋な師書というより、フィクションも混じっているにも登場する。こちらでは、設定が若干変更され、名前が、アウレリウス・アンブロシウスとなった上、 コーンウォール王コンスタンティンの息子となっている。ブリタニア列王氏によれば、コンスタンティンの長男であるコンスタンがボーディガーンの先導によって殺害された時、当時若年だった弟であるアンブロシウスと、ウーゼルはブルターニエ亡命したのだという、ギルダスのブリトン人の没落では、アンブロシウスの家族がサクソン人の侵入によって滅ぼされたという記述と食い違う。その後、 ボーディガーンの権勢が弱まった時、アンブロシュースとウーゼルの兄弟は大軍を率いて帰還し、ボーディガーンを倒し、また、マーリンと信仰を持ったとされている。ウェールズにおいて、アンブロシュースは、エムリス・ウセリグという名前で登場する。ロベール・ド・ボロンのメルランにおいて、アンブロシュースに相当する人物は、単純にペンドラゴン記載しており、弟のウーゼルは兄である。ペンドラゴンの死後、 ウーゼル・ペンドラゴンを名乗るということになっている。これはおそらく、ウアースのブル物語にある独自の設定と混同があったのだろうと考えられている。ウアースはアンブロシウスに相当する人物のことを単純に王と記述し、名前を記載していない。また、早い年代において何者かがウーゼルの称号として、ウーゼルのに、ペンドラゴンが付けられるのを周知のこととして広めてしまった。 アッペルバウムは、ウィルトシャーのエームスバレーには、アンブロシュースの名前が残されていると提示し、エームスバレーは5世紀後半において、アンブロシュースの県の指示層であったのではないかと考えている。地名学を研究する学者も、ブリテンにおいて、ミッドランド方言の話される地域の地名で、アンブロシュースの名前の要素である、アンバーマイナスが未だ使われているという事実を発見している。例えば、 ウスターシャーにはアンバー・アッツリーが、オックスフォードシャーにはアンブローズダン、ヘレフォードシャーにもアンバリーという地名があり、グロスタシャーにはアンバリー、さらに西サセックスにもアンバリーという地名が存在している。ある学者によれば、これらの地名は古英語においてアモーという森に住む鳥に由来すると主張されている。しかし、ウスターシャーはミッドランド方言とは異なる、 方言地域にあり、このような説から説明は難しいのである。これらの地名の語源を、ジェフリー・オブ・モンマスの書物における、おそらくアンブロシュースが埋葬されたというエームス・バレーに、ストーンヘンジを建設させた王、アンブロシュース・アウレリヌスと、鉄器時代の教区における、避難所と結びつけて考えるなら、エームス・バレーの影に包まれた事柄とをつなぐ、魅力的な見解になるだろう。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。